こです。かずきです。あやさんの希望でかもりです。次からの質問です。はい。今まで行った旅館とかホテルの中で一番良かったところはどこですか？おー、これはですね、ちょっとなんかずるくはないねんけど、今行こうと思ったらかなりハードルが上がるんですが、パンの時にあったやん、旅行割り半額ぐらいになるやつで、愛媛の何やったっけな、ちょっと名前を調べるわ。この時も質問したけど自分が思い浮かんでるけど場所しか思い浮かんでない名前が分からないのが出てきれへん。何やったっけな、瀬戸内リトリート青なぎっていうところに行って、もう全室スイートルームで、なんかもうお食事も全部オールインクルーシブで、お部屋の飲み物とかも飲めてって感じで、でなんかもうめっちゃ綺麗やね、作りが現代的で、あの安藤忠雄さんの建築でホテル自体が。とかなんか周りに何かがあるとかではないんやんか、ほんまに山の中かな、うん、でポツンって立ってるんやけど、うん、もうほんまにホテルを楽しむって感じで、スピーカーとかもすっごいいいのが置いてあって、だから夜その持ってったお酒をワイン持ってってんけど、それ開けて家族で飲むみたいな、うん、で音楽流してめっちゃ良かった、そう、これで伝わってるか分からんけど、でなんかほんまに写真映えもするし、でもほんまにだから家族で行ってるから、もうみんな好きなことするからさ、一、うん、人で自撮り棒持っていろんなとこ行ってパシャパシャ写真撮ってた。なんかえみこちゃんの家族ってさ、うん、なんか意味でさ全員自由行動やな。自由、めっちゃ自由行動やね。いくらぐらいやったかな、当時普通に予約して12万とかやったんかな、全員で、全員で、うん、でもそれが半額とかになったから結局6万とかだいぶ高やったよね。そうそう、でもお部屋の料金やったから、うん、その人数が増えようが、まあ、ちょっと高くなったりはするけど、うん、最大何人までは一緒とか、そう、今いくらするかちょっと怖くて調べるのもって感じだけど、めっちゃ安く泊まれたな、うん、自分からこの話題出したねんけど、1ミリも名前も出さないんだけど、えがときはなんか北海道の洞爺湖のホテルで、多分普通に調べたら出てくんねんけど、次も名前が出てきへんからあれなんだけど、なんかお部屋の中もおしゃれで、なんか半露天風呂みたいなのがいてね、でそのホテルはなんかこう横の普通の本館とつながってる別館に泊まったから、全部が水洞爺湖に向いてるやつやねん。でその横の本館の大浴場とかも全然行けんねん、うんうん、でご飯がなんか半分ビュッフェみたいな感じやねんけど、うん、半分ビュッフェとかのやつって結構しょぼかったりするやんか、うんうん、するするする。でもこっちの最初から出てくるご飯もめちゃくちゃ豪華で、なおかつそのビュッフェもなんか大概ビュッフェの例えばビーフシチューとかにこれちっちゃいのとかやんか、うん、でもこんなちゃんとしたスープカップにパイ包みのビュッフェがあったりとか、結構量がすごくて、カズキは1回しか行ったことないのに、上は2回行ってたりとかして、からめっちゃ良かったんと、和歌山の、それも今ちょっと名前忘れてるけど、うん、でも多分カズキがインスタとかに載せてんねんけど、うんうん、なんか一個ずつのなんかビラじゃないけどさ、そういう腰なんかトモタイプ、トレトレビレッジみたいなトモタイプで、ご飯がめちゃくちゃ美味しかった。そこも私ね、だからほんまにトレトレ市場じゃないねんけど、トレトレ市場から見て上にあるホテルがかなりエッジもいいし、おすすめかな。多分今で1人3万ぐらい。ああ、じゃあ別に、ね、うん、旅行で行くには。そう。でもあれも良かったよね、あの。あ、島根。そうそう、島根島根島根。そこ良かった。結構良かった。良かった。あ、多分部屋じゃない、そのホテルに温泉がなかったから、うん、自分たちの中でマイナスになってるけど、うん、あったらもっと良かったよね。いやし、多分工事してたから今できてるね。できてるできてるできてる。松山には松山って市場だけかなんかにあのホテルがあるから、
持ってるようなもんって言われてるんだよな。そうめっちゃいいめっちゃ広かったし、そうあそこもビュッフェが豪華やし、うん、綺麗やし、お酒もちゃんと作業やったし、そうそう、それがありがたかった。あそこご飯もさ、あんなちゃんと魚一人に与えられるって思ってなかったよな。ちゃんとこれぐらいの魚が、そうそうそう、取れたから、うん、ビュッフェでめっちゃ良かったな。良かったな。あの時はさ、ちょっとあのホテルのためだけにさ、わざわざ移動するの面倒って思ってたけど、うん、移動してよかったよ。よかった、ほんまによかった。なんかゆっくりできたわ。できた。だってお腹いっぱいご飯食べてお酒飲んで、なんか9時とか10時とか行ってた。やばい、しかもなんかめっちゃ覚えてる。部屋入った瞬間に、なんか部屋の窓もめっちゃ前窓やねん、でかい。もうほんまに。で、向こう湖やねんけど、その下が道路でめちゃくちゃ普通にでかい道路やねん。エミコちゃんが、鏡みたい、踊れるやつが言ってる。なんか言って、散々正しいの後にベッドの寝転がってストレッチしてバンって寝てたから正しかったんやなと思って。そう、正しかった。しかもなんかすごい疲れてるかなって思ったけど、冷静に考えて移動中ずっと寝てたなと思って。あ、ほんまや。ほぼほぼ移動やったから。そう、ほぼほぼ移動やったもんな。しかもなんか走ってたしな。そう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 。あー、あれ楽しかった。そう、だから頼んだら満腹とお酒で寝たっていうだけやったんな、あれ。そうそう、楽しかった、ほんまに。最高のキップよかった。あとあれやった、やったけど、なんかまた落ちた。最悪なんで当ててください。さっき最高のキップ、ね、でもみんなのおすすめの宿を教えてほしい。教えてほしい。カズキは名前が覚えてなさすぎるから後で言えます。いいなと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントをシェア、よろしくお願いします。じゃあね。じゃあね。